シャボン。風邪ひきまして、で、無理は禁物、風邪は万病のもとと、まあ、ね、申します。ね、ということで、昨日は、と思いながら、10時半に決断いたしました。走るのはやめよう、おとなしく寝てよ、ということで、家でリクトとたらこじゃないや、たら鍋ね、ただ美味しい白子があったので精はついたと思いますね。たら鍋をリクトと食べて、うまくない酒を飲んで、信じられないぐらい早い時間に寝たおかげで今日は元気です。というものの、やっぱりですね、熱はもうおかげさまで下がりましたけども、で、ね、お医者さんのおっしゃった通りのコンプライアンスで、ね、薬を飲みました。まあね、やっぱりふっとね、思い出したんですね。5、6年前にベトナムへ行った時に同じような風邪になりましてね、本当に風邪は万病のもとと似たような感じです。これで無理して病院も行かずに、無理してました。で、しかもあの時は、なんだっけ、なんか何かの理由があって、ゴールデンウィークがずっと病院がお休みだったんですよね。まあ、それも確か悪影響を及ぼしたと思うんですけど、あれ、確か令和に変わった時なのかな、ひょっとすると。で、声が出なくなりましてね、ね、声が出ない。で、あれはですね、もちろんそのウイルスをもらったのは外国でもらったんでしょうけども、直接の原因は冷えた、もう寒いほどの、冷房の入ったバスでですね、止めてくれって言えばよかったんですけど、言わずに我慢して乗ってたのが、汗ぐっしょりかいた後ですね、もうもろに答えまして、まあ、その後病院に行かなかったっていうのも問題で、この咳が奥へ奥へ入っていってですね、結果として ひどい咳が一晩ついた時に、ブチッと腸が 出かけたんですね。ね、ここから鼠径部と言いますけれども。ですから今回、そのすぐにね、昨日はお医者さんに行って、適切な治療薬をいただいて、人の振り見て我が振り直せと、また昨日も思ったんですけども、ちょうど僕の前の患者さんがね、いちいち先生の言うことに対して、あれはこれはあれはこれは、先生がこうやって言うと、でも先生、私は女の人でしたけどね、60近い、でも先生、私はこの薬をやられたことで口の中がただれちゃった、どこで、歯医者さんでアルコールをつけたら、この方が口の中こんな風になっちゃったね、まあ、アトピーとかいろんな方があるんでしょうけど、まあ、先生もその他の話が、ね、いろいろと、ああ言えばこう言うっていうのがちょっと続いたようなんで、とにかく5日間この薬を飲んで、それから来てくださいって言ってね、結構強い口調で言って、で、僕の番になったんですけど、で、僕、まあ、当然先生はあれですよね、インフルエンザの検査もするわけですから、内視鏡を入れて、あ、でも一箇所、あ、そこ、かゆいところに手が届いてるみたいなこともありましたね。で、インフルエンザじゃないと。とりあえず結果が出るまでね、まあ、すぐ出ないじゃないですか。結果はインフルエンザじゃなかったんです。結果が出るまで先に吸入してって言われてですね、吸入のとこ行ったらですね、さっきのそのおばさんがね、こんなつけて、僕はすぐ鼻に、あ、違う、くわえるんですよ、昨日は。くわえるんですよ。買ってくわえてですね、くわえてから鼻なんですよ。2回やるんです。くわえて見てたら、そのおばさんがですね、うちの犬みたいに つけろよと思ってやらない。で、思わず、ちゃんとお医者さんの言う通りにしなきゃダメですよって言ったらですね、いや、私、これはアルコールだったとしたら、アルコールなんか吸わせるわけないじゃないかと思ったんですけど、この人何を言ってるの、これがアルコールだったら、ただ、いやいや、じゃあ、もう看護師さん呼んで、そう思うんだ。だから看護師さん来て、説明してる間に、ピシュッて終わっちゃってね。ああ、
微粘膜とかね、口の粘膜に入れるものがアルコールなきゃないでしょう。消毒って言うと何でもアルコールだと思ってるんですよね。こういう、まあ、あの理にかなわないことがいっぱい世の中にはありましてね、そのやることがね。ね、あ、今日もねやっぱりあの出張に朝行ったんですけども、あの当たり前のこのことをすればいいのに当たり前のことができない、これって言って何なんでしょうかね。その今日祭日だっていうことを途中で気がつきましてね、もう全然祭日だと思って走ってないんで、なんで今日こんなに走りづらいんだろうって、僕三重まで出張行ったんですけど、昨日病院行ったおかげで今日ね出張行けたと思いますね。ちょうどですね、木曽川を渡る頃ね、前をまた乗ったとですね、あの軽自動車、今でも色を覚えてます、オレンジ色の軽自動車、ハイトワゴンですね、ふらーふらーふらー、子供も乗ってるようなんですね、頭がこう見えるんでね、子供話しがいかよなと思いながら、なんで追い越し車線だけ走るので、煽ってないですよ、僕が後ろから行って、でも左側空いてないし、左側から追い越しちゃダメですからね、後ろからいるよってね、パッシングしてあったら避けてくれたんです、もちろん避けてくれたんですけど、まあ、追い抜きざまにちょっと見たら助手席に女の人がいて、もうなんか喋ってたんでしょうね、もう、わざわざその喋りながらですね追い越し車線走ることはないと思うんですけど、まあ世の中にはね、いろいろそういうですね、なんて言うんですか、それぐらいのことは理屈で知っててよと、ね、思うことがいっぱいありますよね。 なんであんなに追い越し車線走りたいんですかね、ゆっくりと、危ないよね。かと思えばあの東海環状路でどうですよ、東海環状、いやまだ事故の処理が始まったばっかりで、その15分ぐらい前ですね、追い越し車線に車バーンとね、こ追い越し車線にこっち向いちゃってるんです、 K が。でちょっと走ってたところの左側にあの大型トラックが止まってて、多分引っ掛けたんだと思うんですけど、どういうことか分かりません。まあそれは事故の現場を温存することも大事なんだけど、あのシチュエーションであの位置に置いておいたら二次災害というかね、二次事故をね巻き起こすと思うんですよね。もう少し先の直線の見やすい話のいいところに移動させるとかですね、もう1台駆けつけてましたからね。まあ、あの追い越し車線に出てる車は、まあね、あのキーパトみたいなのが来て、この黄色いね、あの処理してたから分かるにしても、走行車線の車もうちょっと離しておかないとね、危ないなーなんて思いながら、ね、そういうことってなかなかね、あのこう状況を俯瞰しないとね分からないんですけどね、ちょっとね、もうちょっとね理屈通りに世の中行くとスムーズにいろんなことが回るし、あの患者さんもね、先生の言うことを聞いて素直にやったら得するのになと思いましたよね。まあ、大体医者が信用できない人来てもしょうがないと思うんですけどね、はい、はい、ということでですね、まあいろいろと不条理はあるんですけれども、最近その突然ですね可愛らしくなったのは、この車です。で、本来ならもっとね、もっといろいろ手をかけたり、もっといろいろしてあげればよかったのに、こっちが出てきたんですよね。まあこの車が出てきてね、で、それとなんとなくね、やっぱりいろんなデビューが相次いだんで、まあ。ちょっと地味な扱いしちゃったかなと、まあ、反省してまして、この間あの東京往復したので、東京往復した時にすごい良さがいろいろと分かったんですよね。良さがいろいろ分かったんですけど、まあね、その良さをね十分紹介できなかったなということで、今日はちょっとですね、久しぶりにこのもう暗くなっちゃいましたけど、しばらくね車走らせてないですから、さすがに僕もこんなにね長いこと走行動画を撮らないなんてね、ちょっとね
まあ、僕もねそれじゃあねちょっとねフラストレーション溜まっちゃいますんでね、まあ綺麗にね丁寧に実は走らせてみようと思うんですけど、まあ、もう一度その振り返りますとね、実にあのよくできたエンジンを積んでまして、この車全部あのフル LCD のメーターなんですよ。イエローゾーンのこのタコメーターのね、このイエローゾーンのところなんかをあの変えることができるんですね。これあのこの間やったっけ、忘れちゃって、説明したっけかな、この間の何だったっけこれこれこれ画面設定です、画面設定、ね、このレブコントロール、インチケーターオン、回転数5600回転、ブザーオン、このガス5600回転をね、こうやって上げてやると分かるでしょ。7000回転ぐらい、もうね、7000回転ぐらいでね、あの、なってもいいんですよね。ね、これ、今7000のところで、これずっと下げていくと、例えば、鳴らし運転してるときはもう、4000回転以上回さないよってやるときはこれなんですよね、こうしとくと。ここでブザー吹聴するんですよね。まあまあこんなことがねできたり、うっとうしいからもあげますね。もうさすがにね、もう鳴らし運転じゃない。6500にしとくかなね。ということで決定ね。でブザーオンね。で戻るわ、これ GSI ってなんだっけ、忘れたぞ。よし、戻る。時計は6時7分。あ、遅れてるこれ。いかん。時刻合わせ。これはいい。今、6時9分。今、これでいいや。で、戻る。時計合わせ簡単ですよね。戻る。ね、っていうことで設定画面。メッセージなし。これがラップとか、このね、G センサーですよね。ね、こんなことができるということで。で肝心の走りなんですけど、今何分かな、ちょっとね、やっぱりね今日はね病み上がりですからね、ちょっとおとなしくね、出してくれるかな、出してくれないね、無理だね、やっぱりね動きで分かりますよね、あれ出してくれるかな、出してくれそうだな、ねえ、よいしょ、お礼しなきゃ、このやっぱり何が良かったかって言ってですね、東京都内走った時に、あの東京都内走ってこの MT が面白いっていうのはね、渋滞もするじゃないですか、首都高速で。でもね、何がいいのかと、前もね、それは車が軽いんで渋滞そんなに気にならなかったんですけども、今回ですね、ああいう街中のゴーストップが小気味良いんですね、低速トルクがあるんで、そんなにエンジンをガンと回さなくても車前に出てくるんですから、大手町あたりの信号の多いところ、わーって言った時にヒステリックじゃないんですね、この車。そこがね、まず東京に乗っていって、このすごく味わいいいなって思ったのが一つ。それからまあ標準のマフラーなんて静かなんですけど、これに
ちゃんと STI のマフラーつけてやったらどうなるんだろうっていうのがやっぱりですね、自分のその相場として考えた時に、パフォーマンスをねできるだけ出してあげられるような、まあ失礼にねしてあげたらもっと本質的なところがわかるんじゃないかなとかね。で今この車の PGM やった井上さんはあのトヨタとのアライアンスをしてらっしゃるんで、もうそれこそあのソルテラの電気自動車のね、今の担当してらっしゃるんですよ。面白いもんですよね。でまあ井上さんこの車安倍さんから引き継いで、それこそずっとあのお二人のコンビっていうのはいい車を作っていた実績がずっとあるので、一つ前 の, あの XV もそうですしね、当然 XV っていうのはインプレッサスポーツとセットですから、GT 型のねインプレッサークロ、XV、 そして安倍さんがそこからこの方の PGM になって、それを井上さん引き継いで、井上さんが結局まとめて、で安倍さんは今、ね、IT のね、役員ですよね今、かなりあの上級執行役員っていうんですか、ね、ひょっとしたら専務だったりして違ったっけということでですね、あのすごく立派なね役職になられてるわけで、まあ車を成功させてますから当たり前ですよね。そういう中でこの軽量を極め、空力を極め、でエンジンの、ね、期待に応える、要するに、出力を上げずにスポーツカーのフルモデルチェンジがあり得るのかと。で開発の当初の、まあ、端緒の頃ですよね、これの、トヨタ側が宍戸さんという担当者の方で、この方ともお話をしましたし、安倍さんにその後どんな、ね、車になるか楽しみだったので、いろいろ聞くとですね、あのちょうどトヨタから電気をあのアレンジした、ね、電池をアレンジしたプロトタイプが出ててね、そこで宍戸さんと初めて会ったんですけど、でトヨタがのね、宍戸さんが前に行こうとするところをちょっと自分がね、いさめたり、自分が前に行っちゃおうってするところを宍戸さんにこういさめられたり、なかなか面白いバランスであの仕事を進めてます。なるほどなと思いました。これやっぱり屋根をですねアルミで作るっていうのは相当なですね、やっぱり思い切りですよね。重心高低くなる、これをスバル側で、ね、まあトヨタの元町工場行けばこれがね、カーボンになることは簡単だし、まあスバルもカーボンルーフはインプレッサで、ね、まあ、WRX ですけどね、もうやってますから難しいことじゃないんですけども、難しいことじゃないんですけど、コストが関係してきますよね。でそのこの価格帯でこれをどうするのかっていうのは、ここにアルミを使って接着でアルミを使うっていうね、これをやったっていうことはスバルの他の車種にもそれがいざとなれば僕は展開できるんじゃないかと思って楽しみにしたんですが、今のところそういうピュアなスポーツカーっていうのはスバルからって WRX がなくなっちゃいましたよね。純のS4 しかないですから、まあ、そうするとこのアルミのルーフっていうのはあの他の車には当面ないんだろうけども、でもこの、ね、アルミの屋根にしたっていうのは魅力ですよね。やっぱり魅力ですよこれは。で軽いこの MT が軽いんですよ、この MT 自体も重量が、これをですねトルクアップしたエンジンにきちんと組み合わせて、だから速度感覚がものすごくないんで安心して走れますよね。あのもうさっきも言いましたけど、ヒステリックなことを何も考えない、あの考えなくていい車で、すごく安心してこうクルーズできる。ですからもちろんこれスポーツカーなんですけども、 GT としての能力がすごい高いんですね。で、まあ、もちろん GT としての能力っていうのはこの快適性、それからまあ、快適性をこう分解していくと乗り心地ですとか静粛性ですとか、ね、まあ機能の操作性だとかいろんなことがあるんですけども、まあ、操作性はスポーツカーもあの、まあ、要するに GT も同じであってですね、まあ、特にスポーツカーはこのブラインドタッチじゃなきゃいけないと思うんですけども、これはそれもちょっとブラインドタッチになってるんですが、静粛性は
か、まあ、ハーシュネスですよね、そういうものはもう若干あんまりですね、そんなその極端にこだわって NVH をですね、ノイズバイブレーションハーシュネスですね、この極端にその抑え込む必要はないと思うんですね、スポーツカーですから。ただその必要な音は入れてもいいけど、必要じゃないものはなるべく入れないでおこうって、そういうことはもう十分満たしてますし、もう一つそのスポーツカーの要素で大事なのがそのステアリングのこの特性ですよね。でこのステアリングの特性を良くしちゃうと、今度 GT にするとすごくセンシティブで、直進安定性がまあちょっと気を使わなきゃいけないとかですね、ステアリング切り込んでいくとちょっとナーバスな動きをするとか、そんな話が出てくるわけですから、そういうところ全然ないです。これものすごくいいわけですよ。だから GT の能力を持ってて、でいざスポーツカーらしくこう振り回すと、べったりとこの足をですね4つ踏ん張ったような動き、かつもうちょっとやってもいいよっていうね、もうちょっとなんかやってみるって、少しぐらい振っても平気よみたいなね、そういうですねそそろかせる、ね、この主をですねそそろかす悪いやつですねこれね、もうちょっと振ってみるみたいなね、そういう悪いそのささやきをですねもたらしてくるところが、あちょっと GT プラスアルファっていうね、ここが BRZ の魅力ですね。ですから本当にピュアなスポーツカーだと、なんかこれ我慢しなきゃいけないとか、あれ我慢しなきゃいけないとかっていうのがあるわけですけども、まあちょっと着座位置が低いので膝の痛い距離が少し厳しいかなと、ね、それからドアは、まあ、横に長くて大きいですから、50型の人だと右の肩で押してちょっと痛いからとかね、そういうね着物を着るね、着やすい着物と着るのに着物とあるじゃないですか、着衣ね、そういう違いはあってもですね、車の本質ですね、ピュアスポーツカーだから我慢しなきゃいけないっていうことがないんですね、何もない。この CRZ のねすごくいいところですよね。主と一緒で携帯電話も熱を持ったみたいで、途中で止まってしまいました。今いつもの林道、今日真っ暗です。林道って言っちゃダメですよ、いつもの国道です、一応これ国道です、国道今日真っ暗になっちゃいました。これが下っていきますけど、まあ、軽快にね下っていきますので、まあ、FR スポーツの走りの楽しさをねちょっと一緒に味わってください。いやー今日はね本当出張快適でしたね。この車に乗っていくと出張の規制感もね、人出るだろうと。いやー熱を出した翌日っていうのはねやっぱり集中力途切れますからね。今日はね結構真剣勝負の仕事だったんで、集中力を解けれないようにしてたんですけど、熱の影響あるなと思う一日でしたが、おかげでこの BRZ のね、小気味良い走りで随分なんていうのかな、癒されてますよね、癒されてます。ラリーフェスの会場でまたこう走らせたんです。
ですよね。あのねミニ四駆がね、あのデンタルクリニックのね待合室にねずらっと見事にね展示されてるんですよ。全部違うんですよ。多分ね小田先生自分で作ったと思うんですよね。すげえ器用だなと思って。だからああいうもう何て言うんですか、あの熱帯魚の水槽も見事だし、ああいう手先の器用なところがまあ歯科医師としての技術の高さにつながってるんでしょうね。タッチがいいですもん。削っていただくときのタッチがすごくいいんですよね。まあ、あのそのねミニ四駆多分ね実際に自分で走らせたのがその飾ってあると思うんですけど、どれだけこうコースに応じてねセッティングを変えているんでしょうね。そういうそのところをね実車で走れるなんてことになったらね、きっと彼もですねうおーっと思うんじゃないかと思うんですけども、いやなかなかの、ね、アスリートですからね。残念ですけど、遊んでて風邪ひいたわけじゃないので、一生懸命仕事をしてて風邪ひいたやつですのでね、まあまあこれは何かでまた報われるだろうと思って、また今日から頑張りますということでですね、やっぱり、つくづくと思うんですけど、この BRZ っていう車をスバルがあの現実のものにできたっていう素晴らしさ、夢じゃないかと思う。これがですねスバルが作ってますから、こればっかりはね、それは企画の中でデザインとかですね、 D4S はちょっとはトヨタさんもちろん力入れてくれてますけど、これはもともとトヨタがえってなっちゃったやつを、ね、もう一回じゃあ戻しますって言ってね、スバルじゃなきゃやっぱりできませんよねって言って世の中に出したのが BRZ&86 なんですね。でもちろんトヨタの販売力があるから、ね、これだけの台数をあのこなしていて安くも入るし、ね、寿命も長らえてるトヨタさんのおかげです。ですけどもスバルが作って、ね、スバルが開発してですよ、で今も作ってるという意味ですよ。両方です。育ててるのもスバルです、ね、それをですね売る喜び、持つ喜び、スバル、あまさに昔は夢だったんですよ。ここの道路を WRC の WR カーが走る夢でしたよ。ありえない。1995年にフィンランドに行ってすっごいなって、コリン・マックレーは頭に切り替えちゃった、あいつやっぱりどっかに精神的に問題があるんだろうなって、思った時です。これは日本では難しいよねって思ったんですが、今現実になっています。これってやっぱりねすごいことなので大事にしたいと思います。皆さんぜひ1台もでも多くこの BRZ の喜び知ってください。ということで今日は終わります。ありがとうございました。